Nagisawa vs. Vitali Klitschko。 船木と共に柳沢の試合が組まれた。しかもキックボクシングルールでの戦いである。過去に一度だけグローブマッチを経験したことのある柳沢だが、今回の相手はその時とは比べ物にならないほどの強敵である。相手のビタリー・クリチコは WKA 世界スーパーヘビー級の2位。しかも柳沢にとっては完全に不利なルールが用意されていた。ただいまより本日の第3試合 WKA 特別ルール2分5ラウンドを行います。なおこの試合は当初 WKA ルールで予定されておりましたが、ビタリー・クリチコ選手サイドの強い要望によりローキック禁止の WKA 特別ルールによって行われることになりました。赤コーナー WKA 世界スーパーヘビー級に223番の4分の3ウクライナビタリークリチコ。青コーナー206番の4分の3パンクラス柳沢。ジャッジ三浦慎吾、同じく宮下健、レフェリー山中篤郎。ローキックなしでの練習など積んでいない柳沢。しかも相手は208センチという長身である。一体どこを狙えばダウンを奪えるというのか。ラウンド2。はい、いくか、前に行こう。
Thank you.
ラストラウンド。はい、ラサイユ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 、ラサイ